雪ダム、油木ダムは、福岡県田川郡添田町、二級河川、今川本川上流部に建設されたダムである。福岡県田川土木事務所が管理する都道府県営ダムで、高さ54.6メートルの重力式、コンクリートダム。今川の地水と田川郡の灌え、及び北九州市や京都郡への利水を目的としている、補助多目的無であり。 北九州市の水亀の一つでもある。ダムによって形成された人造湖は完成から40年近くが経過しているが名称は付けられていない。今川は福岡県部前地域において紫川、原江川と並ぶ代表的な二級水系であり、その長さは 38.7km、流域面積は120.0平方 km の中規模な河川である。 やばひた彦山国定公園の中心的観光地の一つ、彦山の北麓を水源としておおむね北東に流路を取り、行橋市において、津名灘に注ぐ。流域には、行橋市をはじめ京都軍神田町、宮古町、田川郡添田町、赤村があり、流域の重要な水源となっている。ダムは、上流部の添田町、旧津野村地区に建設された。北九州地区では、 関営八幡製鉄所が稼働して以降急速に重化学工業が盛んとなり人口が増加していったこのため明治時代から水道の供給が不足しており八幡製鉄所によって河内貯水池が建設されたほか多くの水道用ダムが建設された本来この地域は瀬戸内海気候に属しているため降水量は少ない地域であったゆえに古くから 水不足が頻発する地域であったが、北九州工業地帯の拡大はその水不足に拍車をかけた状態であった。また流域は小倉藩を笠原市、15万国の重要な国層地帯であったが、先に述べた気候的要因もあって、農業用水の補給は困難を極めていた。このため、京都軍や田川軍のあちこちに農業用の止め池が多く建設されたが、 根本的解決にはならなかった。これに加え、今川は河川改修があまり進んでいなかった。このため水害にも悩まされることが多かったが、1953年、昭和28年6月、筑後川や恩賀川をはじめ九州北部のあらゆる河川を暴れさせた、昭和28年西日本水害では、至る場所で堤防が決壊して、今川流域においても、 壊滅的な被害を受けた。この豪雨を機に建設省、現在の国土交通省は、筑後川の河川総合開発事業を計画したが、福岡県でも、恩賀川流域や今川流域などで大規模な河川改修を計画した。だが、今川流域には、比較的人口や農地が多く、全面的に改修を行うのが困難であった。1950年、昭和25年、 第二次、吉田内閣は国土総合開発法を成立させた。これは太平洋戦争によって疲弊した日本経済を回復させるために地域開発を促進させるという目的を持った法律であり、特に重点的に開発を実施する地域を22地域選び、特定地域総合開発計画を実施した。九州では津島、阿蘇、南九州地域が選ばれたが、 北九州についても戦争中の空襲で破壊された九州工業地帯の再建と生産力増強を図るために北九州特定地域総合開発計画が定められた。この中で工業地帯への用水供給の確保が重要視され、かつ食料不足解消のために農地面積を拡大する必要もあって灌漑整備も並行して計画された。この計画は 高度経済成長に伴いさらに強化され、全国総合開発計画として、より拡充されていった。このような観点から、北九州最大の河川である女川水系と、紫川水系、今川水系において、河川総合開発事業を行い、流域の治水と水道供給、灌え用水供給を確保することを計画の中心に据えた。そして、 複数の目的を果たすことが可能な多目的ダムの建設を、福岡県は推し進め、国庫よりの補助を得て恩河川水系の八木三泉に、力丸ダム、中原寺川にジニアダムを計画し、紫川には増す、淵ダムを計画した。そして今川水系でも多目的ダムによる河川開発が計画され、1965年、昭和40年に、今川総合開発事業として、 田川郡津村行きにダムが着工された。これが雪ダムである。ダム計画が発表されたのは1961年、昭和36年であった。ダム地点は今川の共作部にあたりここに建設することにより、十分な有効貯水容量が確保でき、コストパフォーマンスの面でも有効というのが理由であった。だが、ダム計画が発表されると、津地区の住民はこぞって、 ダム建設に反対した。その理由は、水没対象地域が、角地区の中心部にあたり、民家のみならず、町役場支所など、地域の主要公共機関全てが水没するためで、あったからである。このため保証交渉は極めて難航し、住民は、将来の生活不安もあって、高額の移転保証金を要求した。事業者である、福岡県は度重なる折衝を行ったが、 交渉は長期化して3年にも及んだ。計画発表から7年が経過し最終的に1968年、昭和43年3月、住民代表との間で、保証交渉が妥結し、ダム事業は着工の運びとなった。だが、雪ダム建設によって、町営住宅など155個の住居をはじめ添え田町、役抜の支所、小学校、中学校、郵便局、 駐在所、消防支所、公民館、農協支所が水没した。北九州市発展の石として、住民は尊い犠牲になったとも言える。この後ダム本体工事に着手し、地質が良くない場所に対して、コンクリートで水を遮る壁、遮水壁を施行するなどの対策を施しがら1971年、昭和46年、計画発表から、 丸十年を費やしてダムは完成した。なお、滑水時には、ダム堤に沈んだ、角集落の住居跡に残された石垣や今川に、かかっていた橋が姿を表すこともある。ちなみにこの橋は1994年、平成6年、2002年、平成14年、2007年、平成19年の滑水時に姿を表している。雪ダムの目的は、洪水調節。 不特定自水、上水道及び工業用水道を供給、水力発電の5つであり、多目的ダムの中では、用途が広いダムである。洪水調節については1953年6月梅前線号宇治の、洪水を基準、計画洪水流量として定め、西川町において、毎秒870トンの洪水を、毎秒260トンパットし、洪水量を、 毎秒610トンに削減する。不特定利水については、今川流域の農地に対し完了水利り分の取水量を補うための供給量を放流し、1164ヘクタールの農地に農業用水を補給する。上水道については、北九州市水道局によって、北九州市についた治療8万5千トン、行橋市と神田町に、それぞれついた治療2万トンを供給。 工業用水については、京都地区工業地域についた地量2万5000トンを供給する。水力発電は、北九州市に送水する上水道を利用して、雪発電所を建設し、認可出力780キロワットとマイクロ水力発電並みの電力を生み出す。これは、電力行政を干渉する経済産業省が、小規模水力エネルギーの活用を推奨している。 ことにより、後から付加された目的である。このような目的から、雪ダムは、力丸ダム、増淵ダム、富田第一、第二貯水池、畑ダム、松が、高ダムと共に、北九州市の水がめとなっている。この五恩楽川川口関、御恩楽川や、平成大井、山国川、山馬ダム、山内川といった北九州市に水道を供給する。 国直轄の特定多目的ダムも完成し、これらのダム群によって、北九州市、北九州高地帯は安定した水道供給が行われた。しかし、近年の猛暑、唐津湯の影響で、元来、瀬戸内海気候で、降水量の少ない、この地域は深刻な水不足が頻発。雪ダムも取水制限に踏み切ることが多い。このため水供給の強化を図る目的で、 今川の東隣を流れる原井川の上流部に、現在イラハラダムが建設されている。利水圏に関しては、近年たびたび渇水が起こっていることから、現在は他に大きな水源を持たない京築区、田川の市町村が優先される。渇水時には、北九州市向けの総水は大幅にカットされ、その分を京築区、田川方面に回す融通策が取られるが、この融通策をもってしても、 活水の根本的な解決策とはなっていない。雪ダムへは、国道201号、笹栗街道で、田川郡河原町中心部から、福岡県道418号に入り、そのまま、栄彦山方面に南下すると到着する。行橋市方面からは、福岡県道34号行橋添田線を、赤村方面へ精神し、 赤村で県道418号に左折すれば、道なりに到着する。公共交通機関では、平成筑豊鉄道田川線、赤駅か JR 九州北彦山線、添田駅が、最の下車駅となる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。